集中力をつけていくっていうトレーニングの方法ということでちょっと考えてみたいんだけど、集中力をつける大前提として、そのテーマが集中するに値するテーマであることをよく確認してください。で、いつも言ってるように、自分のウォントゥーであるからやるんであって、ウォントゥーじゃなくハフトゥーのものに集中することにはほとんど意味がないのね。実際集中できない最大の理由はやりたくないからだと思うんだよね。やりたいことには勝手に集中しちゃうんで、集中力をつけなきゃいけないと思っていると、限りなくハフトゥーをやっているリスクがあるんで、本当にそうじゃないかということをよく確認してください。で、いつも言ってるように、ハフトゥーのものを今やっているということが本当であれば、それは何かおかしいのね。ゴールの設定がおかしいか、コンフォートゾーンの設定し方がおかしいかだよね。だから何かおかしいんで、何かおかしいと思って怪しいんでっていうことね。で、実際に、ワントゥーのことであったとしても、同じ集中をするにしても、集中のレベルっていうことがあるわけだから、そういう中でより高い集中をしていくという意味では、そういう集中力を上げていく訓練というのは役に立つことで。で、その時に、集中という言い方が、英語で言うとコンセントレーションのことになると思うんだけど、コンセントレーションとフォーカス・オブ・アテンションって2つもともと概念が違うのね。で、コンセントレーションというのは、1つのコンセントレーションは当たり前で、普通はそれを3つ4つぐらいのコンセントレーションを同時に作れることができるようになるのが望ましいのね。で、フォーカス・オブ・アテンションって言った場合は、その時にフォーカスをしてる場合だから、レンズの焦点みたいなもんで、基本的にはその時のフォーカス・オブ・アテンションは1つでいいのね。だからフォーカス・オブ・アテンションとして上がっているものというのは、今意識が集中しているところね。それは基本的には1つでいいわけだ。で、1つ以上やるのは非常にやりにくいのね。ただ、コンセントレーションは無意識のレベルの話だから、その場合はいくらでもできるわけね。ただし、能動的に作っていくんであれば、3つ4つぐらいは簡単ね。で、慣れてくると6つ7つぐらいはできるようになってきますよっていうことね。メソッド演技なんかで役者の訓練をするときは、コンセントレーションの数を増やしていく訓練をしていくのね。例えば会話してるときに、最低でも相手の顔を見てなきゃいけないでしょ。相手の顔をしっかりと見てない演技をしてる人は、ちゃんと横からカメラで映しても会話をちゃんとしてるように見えないのね。やっぱり普通に本当に相手の話を一生懸命聞いてるときは、つい顔を見ちゃうでしょ。で、顔見ないで話を聞いちゃってる時は、よほどその他に強いコンセントレーションがあり、さらにフォーカス・アテンションが相手の顔以外にあるわけだから、それはそれでまた別な、絵として成り立つけども、通常はその時のフォーカス・オブ・アテンションとして相手の顔を見てなかったとしても、コンセントレーションは絶対相手の発言している口の動きだったり、顔の動きになんとなくあるはずなのね。そして、もちろんその会話内容にもあるわけでしょ。で、会話内容だけじゃなく、その時に同時にいろいろなことを気にしているはずなのね。前に角川針恵画で男たちのヤマトをやった時は、その時にヤマトの甲板にいるその海軍の士官たちは会話をしてるわけだけど、ことが会話してる間にコンセントレーションがあり、会話の内容にコンセントレーションがあり、でも同時にあれは玉砕覚悟で沖縄に向かうヤマトの甲板だから、おそらくいつ敵機が来るかもわからないわけだから、常に本物のその海軍の士官であれば、空に必ずコンセントレーションがあるわけね。敵機の音が聞こえてくる。そして、その幼年兵として海で育った士官たちだから、おそらく海の男10年はやってるわけだから、そうすると潮の状態とか、風の状態とかね、そういった船の揺れとか、そういうのは全部実はコンセントレーションで持ってるわけね。もちろん無意識のレベルで持ってるんであって、フォーカス・オブ・アテンションとしてその時上がってるものじゃないかもしれないけど、でもそれをしっかりと維持していないと、プロの海軍の軍人としては失格ね。それはそうだよね。敵が来ても気がつかないし、風向き変わったのに気がつかないようじゃいけないわけだ。
ということは、無意識レベルではコンセントレーションは、もちろんそれを役者に演技してもらうときは、役者がそれを出していれば素晴らしい演技になるわけだし、そうじゃなければ体幹の、体幹の中で、本当に撮影所って体幹の中みたいなところだから、体幹の中でもしもブルーバックがあって CG が合成されてなければ、体育館の中で先輩と後輩が熱く語らってる絵にしかならないわけだよね。でそれを本当に海軍の士官が玉砕に行く船の上で語っている会話を成り立たせるためには、そのくらいのコンセントレーションは維持できてくれる役者じゃないと絵にならないっていうことね。でそれは皆さんの日々の人生は全く同じっていうことね。コンセントレーションというのは、集中したいっていう時にどうも一つのことのしか言ってないみたいなのね。おそらくそれはコンセントレーションとフォーカスオブアテンションをとっ違えてる可能性があるのね。でフォーカスオブアテンションが自分からこう今学ぼうとしてる教材だったり、今やろうとしてる仕事にフォーカスオブアテンションがないっていうことは、これは最初から論外ね。それは意識行為としてそこに意識を持っていくことができないってことは、よほどやりたくないことだから、明らかにそれはハフトゥーなのね。だからそれはもうないとして、オントゥーであって、それに例えばその教材の内容であったり、その会話の内容であったり、もしくは今やろうとしている仕事であったりに、それはフォーカスアテンションはもちろん持っていけるということの大前提として、その時にコンセントレーションというのは何にコンセントレートをするかというものを列挙しないといけないということね。でそれが必ずしも一つじゃないということね。それはそうだよね。俺が原稿の最終ギャラチェックした時は、内容チェックしているコンセントレーションと一緒についでに手入派も一応チェックしているわけだ。それは本当は構成の仕事だけど、構成さんだって完璧じゃないわけだから、俺の名前で出てく本は、例えば構成さんが見逃した句読点の間違いだって絶対俺はチェックするからね。それと同時に、これは例えば複数の読者の視点があるわけでしょ。でこれをこのくらいのターゲット層の年齢の人が読む場合と、そうじゃなくもうちょっと年齢層上の場合と、もう知識レベルでもそうだよね。全く初めての人を読む、何度も読んだことがある人、もしくは初めてだけどその分野にものすごく知識のある人、もしくはそれをその何でもいいけど、その政治的社会的何らかの理由で必要性に応じて読み、全部違うわけでしょ。でそれぞれの人たちの視点を作り上げるというのは、明らかに俺にとっては複数のコンセントレーションなのね。そういうものをコンセントレーションって言いますよっていうことで理解してほしいのね。ということは、視点であって、その時に何にしっかりと耳を傾けてるかね。まあ、耳っていう傾けるっていうのは音だけじゃなくても同じことだけど、それにちゃんと注意を払ってるかでしょ。だからそれがまさにコンセントレーションであって、分かる？それは集中だけれども、一つのことだけに集中してるわけじゃなく、たくさんの情報の中から我々がスクリーニングして取り出す、ラスを抜ける情報でしょ。スコトーマじゃなくなる情報でしょ。その通り抜けさせるラスを自分がどうやって設計するかがコンセントレーションなのね。でそれは能動的に設計するのね。だからフォーカスオブアテンションとは意味が違いますよってことね。一点をしっかり見てるやつはフォーカスオブアテンションね。でもそこを見てなくても、ラスのスクリーニングはたくさんの情報が通り抜ける。ただし通り抜ける情報は自分で設計して、それがちゃんとそのテーマにおいて必要なものが通り抜けるように、自分自身で常に無意識に対してスクリーニングする窓をちゃんと設計してあげなきゃいけないですよってことね。逆に不要な情報をどんどん通り上げても困るわけでしょ。ってことは自分でラスの設計なんだよ。ってことはそれは何かそのテーマにおいて重要かってことを自分であらかじめ認識してなきゃいけないっていう大前提に戻りますってことね。でそれがしっかり設計されてるんであれば、コンセントレーションは無意識の仕事なのね。意識の仕事じゃないっていうこと。で無意識の仕事というふうに理解した上で、じゃあそこで実際にじゃあどういうふうにやっていくかね。でそれはまず自分の今やっている作業であり、テーマの中で何がコンセントレーションするべきものかということを先に列挙してほしいのね。経理の計算しているときに、コンセントレーションの一つは数字間違って書き写してないかでしょ。打ち込んでないかでしょ。昔の帳簿だったら書くわけでしょ。今のだったらエクセル打ち込むわけだけど、打ち込んだ数字が間違ってれば、いくら完璧な決算やってもアウトでしょ。ということは、それも単純に文字面の数字間違ってないかっていうコンセントレーションはなきゃいけないわけでしょ。もちろんその中で自分が本物の経理担当者であれば、これは税務上どうかっていう視点と、そうでしょ、会計上と税務上は違うわけでしょ。
もちろん株主に対しての資料であれば、株主に対してこれはどう読まれるか。もちろん銀行に対して出す資料であれば銀行に対してどう読まれるかでね。でも銀行に出す資料と株主に出す資料は、情報の詳細度は違うかもしれないけど、言ってること同じじゃないと二重帳簿になっちゃうわけでしょ。ということは、自分が帳簿をちゃんと作り上げているときでも、それぞれのコンセントレーションが維持できて初めて意味のある帳簿が出来上がるわけだ。で、それはどんな仕事でも全く同じでしょ。だから実際は一つのタスクをやっているときに、本来複数のコンセントレーションするべき課題が中に内包されているわけね。で、それにちゃんと気がついているかいないかっていうのはすごく重要な問題で、この時の気がついているっていうのは、あらかじめ気がついているときね。そしてあらかじめ気がついていて、それをちゃんと、これがコンセントレーションの対象ですよということをそれぞれ自分で分かっていれば、あとは無意識だから、無意識やってることを気がついてるとは言わないのね。フォーカスアテンションはまさに意識的に気がついてるところだけど、無意識はしっかりとそれぞれの情報をキャッチしながら、吟味しながら行動できるってことね。ということで、基本は簡単。まず一つのタスクを始める前に、そのタスクの中で必ずコンセントレーションの対象になるべきものは何かね。それはその分野の知識がよほどないと分かんない。一番最初言ったように、海軍の軍人が玉砕する大和の上だったら、他の人には気がついてないだけで、彼らは常に空に注意を払ってるわけね。敵機が来ないか、もちろん雨雲が来ないかも含めてだよね。そして潮の状態、風向きの状態、さらにある程度経験がある人だったら、軍艦の上に乗ったことある人、軍艦じゃなくても船に乗ったことある人は誰でも分かると思うけど、常にエンジンの低周波の音が鳴ってるわけでしょ。それはエンジンスクリューが回転してるわけだから、その低周波の音に不整脈があれば何かおかしいって分かるわけでしょ。そういった機関の機械の動きなんかも全部無意識が全部キャッチしてるわけだ。それはそうだよね。レーシングドライバーだったら、ビスが1個足元で転がってれば、デジベル値じゃほとんど聞かないかもしれないけど、絶対分かるはずだからね。それは何らかのおかしい情報が来るわけでしょ。そういったものがまさにその分野でキャッチすべき情報ね。そのキャッチすべき情報は全部経験的に、もしくはタスクに、当たり前だけど特徴的に存在してるわけで、それを先に列挙しておくと、ね、もちろん慣れない皆さんは紙に書いて列挙してもいいかもしれないけど、慣れてくれば頭の中で列挙していくってことね。そして最初はそれぞれにフォーカスアテンションを置くわけ、意識を持っていく。そして慣れてきたら、それを無意識化して、どれにもフォーカスをアテンション置かないわけね。それができると、国連の同時通訳みたいに、よくいる同時通訳のおばちゃんは編み物しながら同時通訳やってるのね。その時フォーカスアテンションは編み物かもしれないし、何か分かんないんだよね。でもちゃんと同時通訳という行為を、重要なことを全部コンセントレーションを維持しながらね、喋ってる、わしゃわしゃべって、そして聴衆の反応、そして機材の状態、そうでしょ。もちろん自分のマイクで自分の音がちゃんと乗ってるか否か、そういったことから、もちろん内容だよね。その内容についても、全てコンセントレーションを維持しながら編み物できちゃうわけだから。その時フォーカスオブアテンションはどれでもいいわけね。編み物がコンセントレーション一つに入ってるのかもしれないけど、少なくとも明らかに同時通訳という仕事そのものは、もうコンセントレーションに入ってしまうんであって、フォーカスオブアテンションに入らなくなるわけね。それができるようになるから、我々は例えばグレインサイズを上げていくことができるし、腸閉で処理ができるし、もちろん最後はそれが無意識化上手になればなるほど、クロックサイクルを上げていくことができますよってことね。だからまず列挙して、そしてコンセントレートするべきものに対してフォーカスオブアテンションを順番に持っていき、最後はフォーカスオブアテンションを全然違うところに持っていって、無意識のコンセントレーションを維持しながら、グレインサイズを自由に調整しながら、高いクロックサイクルでタスクを処理していくってことになるってことね。で、一つその時にコンセントレーションを上手にするためには、やはり微細な情報をしっかりとキャッチをして、それに無意識や吟味することができなきゃいけないから、それは一つの編成意識の作り方が重要だよね。だからそれは本とかで説明してるけど、簡単な練習として、ラピッドアイロールを移行してるよね。ラピッドアイロールは簡単。目をつぶった状態でおでこを見る。目をつぶった状態でおでこを見るだけね。それでもちろん、目開けてもいいけど、目開けなくてもいいです。目開けると変な顔してると思うけど、目つぶった状態でおでこを見るっていうことだけね。で、その状態で目をつぶって、おでこのチャクラでいうとアジナチャクラのあたりを見た状態でリラックスをして、そこを見ながら、そのまんま一個一個3つ目のおでこの目でコンセントレートする情報を一つ一つにフォーカスアテンションを持って、そして一個一個吟味していく、そういう体感で練習すると、上手にコンセントレーションが維持できるようになると思います。で、
仕事をやってる時に同じタスクを同じ時間やっても見事にやる人、期待以上にやる人と、なぜかボロボロにやる人が出てくるんだよね。で、ボロボロにやる人の問題は、おそらくちゃんと仕事ができる人には想像できないミスをしでかすのね。それはそうだよね。仕事ができる人は仕事ができないとこがスコトーマになってるわけだから。昔文化系の学部生に C っていうコンピューター言語のプログラムを教えたことがあるんだけど、工学部の学生に教えた時には想像できない間違いをするんだよね。本当に想像できない。俺も例えばプログラムでどうしても走りません先生って言って持ってけて、絶対俺には分かんないんだけど、よくよく印刷物見たら印刷のシミのゴミみたいなところにピリオドが1個打ってあったのね。ちょっと待って、君ピリオド打っちゃダメだよって。文章だったら好きなとこピリオドとか名前書いたりするじゃん。でもコンピューターっぽいらそれやられちゃったらアウトでしょ。でしょ。でもそれが気がつかないんだよね。で、俺そういう間違いをするということさえも俺気がつかないわけね。わかる？それは俺にとっても問題を失敗することがすこともなくでしょ。それはそうだよね。普通にコンピュータープログラムをなりわいでやってる人には想像がつかないわけでしょ。同じで仕事のタスクをやっている時でも、ある程度しっかりと生産性があってコンセントレーションを維持して仕事ができている人には、そうじゃない人はまず想像がつかない間違いをするのね。そこが最大だよね、ビジネスでのリスクの中で。そのうちさらに普通のレベルでは気がつかないほどすごいコンセントレーションを維持できる人たちが出ると素晴らしい成果を出していくわけでしょ。全く同じで、それは最初にコンセントレーションを維持するという時にどういう問題について意識しなきゃいけないですか。で、間違って本当にリターンを押すとき間違ってピリオドをおっしゃっただけなのかもしれないけど、どっちにしてもその存在そのものが我々は絶対ありえないことなわけだ。ピリオド1個打っちゃうっていうのはね、プログラムの中にプログラムとの関係ない行関係ないとか、でもそれをコンセントレーションがないからやっちゃったわけでしょ。あれば触っちゃって打っちゃった瞬間に絶対認識してるんだよ。それが本人の認識に上がらなかったってことは、それがまさにプログラムの場合は1文字でも余計なものを入れちゃいけませんよっていう当たり前のコンセントレーションが維持されてないんだよね。それ俺が本を読んでる時、自分の本の最終ゲラチェックする時は内容を読んでるけど、本来は校正者の仕事であるてんや丸の位置まで実は無意識はコンセントレーションを維持してると同じね。で、実際校正が気がつかなかった間違いを発見することもたまにあるんだよね。でしょ。それはまさに、だったら同じ時間をかけてもやってる量が全然違うってことでしょ。同時に5つのコンセントレーションが維持できるんであれば、ダメな人の5倍の生産性が上がってるってことですね。それはまさに無意識がそういう意識状態ね、たくさんのコンセントレーションを維持できる意識状態を作んなきゃいけないっていうことで。その一つのやり方で一番簡単なのはラピッドアイロールをして、簡単、目をつぶっておでこのあたりをしっかりと見る。ね、疲れるかもしれないけど、しばらく見ながら一個一個のコンセントレートするべき課題に対してフォーカス・オブ・アテンション、意識を持っていくという順番に変えていくという作業をしながら、最後は全部無意識の中に入れちゃうという訓練をするといいと思います。以上。税務上どうかっていう視点と、そうでしょ、会計上と税務上は違うわけでしょ。もちろん株主に対しての資料であれば、株主に対してこれはどう読まれるか、もちろん銀行に対して出す資料であれば銀行に対してどう読まれるかでね。でも銀行に出す資料と株主に出す資料は情報の詳細度は違うかもしれないけど、言ってること同じじゃないと二重帳簿になっちゃうわけでしょ。ってことは、自分が帳簿をちゃんと作り上げている時でも、それぞれのコンセントレーションが維持できて初めて意味のある帳簿が出来上がるわけだ。で、それはどんな仕事でも全く同じでしょ。だから実際は一つのタスクをやってる時に、本来複数のコンセントレーションするべき課題が中に内包されてるわけね。で、それにちゃんと気がついているかいないかっていうのはすごく重要な問題で、この時の気がついてるっていうのはあらかじめ気がついてる時ね。そしてあらかじめ気がついていて、それをちゃんとこれがコンセントレーションの対象ですよということをそれぞれ自分で分かっていれば、あとは無意識だから。無意識やってることを気がついてるとは言わないのね。フォーカス・アテンションはまさに意識的に気がついてるところだけど、無意識はしっかりとそれぞれの情報をキャッチしながら、吟味しながら行動できるってことね。ということで、基本は簡単。まず、一つのタスクを始める前に、そのタスクの中で必ずコンセントレーションの対象になるべきものは何かね。それはその分野の知識がよほどないとわかんない。一番最初言ったように、海軍の軍人が玉砕する大和の上だったら、他の人には気がついてないだけで、彼らは常に空に注意を払ってるわけね。敵機が来ないか、もちろん雨雲が来ないかも含めてだよね。そして潮の状態、風向きの状態、さらにある程度経験がある人だったら、
軍艦の上に乗ったことある人、軍艦じゃなくても船に乗ったことある人は誰でも分かると思うけど、常にエンジンの低周波の音が鳴ってるわけでしょ。それはエンジンスクリューが回転してるわけだから、その低周波の音に不整脈があれば何かおかしいって分かるわけでしょ。そういった機関の機械の動きなんかも全部無意識が全部キャッチしてるわけだ。それはそうだよね。レーシングドライバーだったらビスが1個足元で転がってればデジベル値じゃほとんど聞かないかもしれないけど絶対分かるはずだからね。それは何らかの おかしい情報が来るわけでしょ。そういったものがまさにその分野でキャッチすべき情報ね。そのキャッチすべき情報は全部経験的にもしくはタスクに当たり前だけど特徴的に存在してるわけで、それは先にそうだよね。敵が来ても気がつかないし、風向き変わったのに気がつかないようじゃいけないわけだ。ということは無意識レベルではコンセントレーションは、もちろんそれを役者に演技してもらうときは役者がそれを出してれば素晴らしい演技になるわけだし、そうじゃなければ体幹の体育館の中で、本当に撮影場って体育館の中みたいなところだから、体育館の中でもしもブルーバックがあって CG が合成されてなければ体育館の中で先輩と後輩が熱く語らってる絵にしかならないわけだよね。でそれを本当に海軍の士官が玉砕に行く船の上で語っている会話を成り立たせるためには、そのくらいのコンセントレーションは維持できてくれる役者じゃないと絵にならないっていうことね。でそれは皆さんの日々の人生は全く同じっていうことね。コンセントレーションというのは集中したいという時にどうも一つのことのしか言ってないみたいなね。おそらくそれはコンセントレーションとフォーカスオブアテンションをとっ違えてる可能性があるのね。でフォーカスオブアテンションが自分からこう今学ぼうとしている教材だったり今やろうとしている仕事にフォーカスオブアテンションがないっていうことは、これは最初から論外ね。それは意識行為としてそこに意識を持っていくことができないってことはよほどやりたくないことだから、明らかにそれはハフトゥーなのね。だからそれはもうないとして、オントゥーであって、それに例えばその教材の内容であったりその会話の内容であったりもしくは今やろうとしている仕事であったりに、それはフォーカスアテンションはもちろん持っていけるということの大前提として、その時にコンセントレーションというのは何にコンセントレートをするかというものを列挙しないといけないということね。でそれが必ずしも一つじゃないということね。それはそうだよね。俺が原稿の最終ゲラチェックしたときは内容チェックしてるコンセントレーションと一緒についでに手入派も一応チェックしてるわけだ。それは本当は構成の仕事だけど、構成さんだって完璧じゃないわけだから、俺の名前で出てく本は例えば構成さんが見逃した句読点の間違いだって絶対俺はチェックするからね。それと同時にこれは例えば複数の読者の視点があるわけでしょ。でこれをこのくらいのターゲット層の年齢の人が読む場合と、そうじゃなくもうちょっと年齢層上の場合と、もう知識レベルでもそうだよね。全く初めての人を読む、何度も読んだことがある人、もしくは初めてだけどその分野にものすごく知識のある人、もしくはそれをその何でもいいけどその政治的社会的何らかの理由で必要性に応じて読み、全部違うわけでしょ。それぞれの人たちの視点を作り上げるというのは明らかに俺にとっては複数のコンセントレーションなのね。そういうものをコンセントレーションって言いますよっていうことで理解してほしいのね。ということは視点であって、その時に何にしっかりと耳を傾けてるかね。まあ耳っていう傾けるっていうのは音だけじゃなくても同じことだけど、それにちゃんと注意を払ってるかでしょ。だからそれがまさにコンセントレーションであって、わかる？それは集中だけれども、一つのことだけに集中してるわけじゃなく、たくさんの情報の中から我々がスクリーニングして取り出す、ラスを抜ける情報でしょ。そこと交わらなくなる情報でしょ。その通り抜けさせるラスを自分がどうやって設計するかがコンセントレーションなのね。でそれは能動的に設計するのね。だからフォーカスオブアテンションとは意味が違いますよってことね。一点をしっかり見てるやつはフォーカスオブアテンションね。でもそこを見てなくてもラスのスクリーニングはたくさんの情報が通り抜ける。ただし通り抜ける情報は自分で設計して、それがちゃんとそのテーマにおいて必要なものが通り抜けるように自分自身で常に無意識に対してスクリーニングする窓をちゃんと設計してあげなきゃいけないですよってことね。逆に不要な情報をどんどん通り抜いても困るわけでしょ。ということは自分でラスの設計なんだよ。ということはそれは何かそのテーマにおいて重要かってことを自分であらかじめ認識してなきゃいけないという大前提に戻りますってことね。でそれがしっかり設計されてるんであれば、コンセントレーションは無意識の仕事なのね。意識の仕事じゃないっていうこと。で無意識の仕事というふうに理解した上で、じゃあそこで実際にじゃあどういうふうにやっていくかね。
で、それはまず自分の今やってる作業でありテーマの中で何がコンセンソレーションをするべきものかということを先に列挙してほしいのね。経理の計算してる時にコンセントレーションの一つは数字間違って書き写してないかでしょ、打ち込んでないかでしょ。昔の帳簿だったら書くわけでしょ、今のだったらエクセル打ち込むわけだけど、打ち込んだ数字が間違ってればいくら完璧な決算やってもアウトでしょ。あとはそれはもう単純に文字面の数字間違ってないかっていうコンセントレーションはなきゃいけないわけでしょ。もちろんその中で自分が本物の経理担当者であればこれは無意識のレベルの話だから、その場合はいくらでもできるわけね。ただし能動的に作っていくんであれば3つ4つぐらいは簡単ね。で、慣れてくると6つ7つぐらいはできるようになってきますよっていうことね。メソッド演技なんかで役者の訓練をするときはコンセントレーションの数を増やしていく訓練をしていくのね。例えば会話してるときに最低でも相手の顔見てなきゃいけないでしょ。相手の顔をしっかりと見てない演技をしている人はちゃんと横からカメラで映しても会話をちゃんとしているように見えないのね。やっぱり普通に本当に相手の話を一生懸命聞いてるときはつい顔見ちゃうでしょ。で、顔見ないで話を聞いちゃってる時よほどその他に強いコンセントレーションがあり、さらにフォーカスアテンションが相手の顔以外にあるわけだから、それはそれでまた別なその絵として成り立つけども、通常はその時のフォーカスアテンションとして相手の顔を見てなかったとしても、コンセントレーションは絶対相手の発言している口の動きだったり顔の動きになんとなくあるはずなのね。そしてもちろんその会話内容にもあるわけでしょ。で、会話内容だけじゃなく、その時に同時にいろいろなことを気にしているはずなのね。前に角川春樹映画で男たちのヤマトをやった時は、その時にヤマトの甲板にいるその海軍の士官たちは会話をしているわけだけど、ことが会話している間にコンセントレーションがあり、会話の内容にコンセントレーションがあり、でも同時にあれは玉砕覚悟で沖縄に向かうヤマトの甲板だから、おそらくいつ敵機が来るかもわからないわけだから、常に本物のその海軍の士官であれば空に必ずコンセントレーションがあるわけね。敵機の音が聞こえてくる。そしてその幼年兵として海で育った士官たちだから、おそらく海の男10年はやってるわけだから、そうすると潮の状態とか風の状態とかね、そういった船の揺れとか、そういうのは全部実はコンセントレーションで持ってるわけね。もちろん無意識のレベルで持ってるんであって、フォーカスアテンションとしてその時上がってるものじゃないかもしれないけど、でもそれをしっかりと維持していないとプロの海軍の軍人としては失格ね。それはそ集中力をつけていくっていうトレーニングの方法ということでちょっと考えてみたいんだけど、集中力をつける大前提として、そのテーマが集中するに値するテーマであることをよく確認してください。で、いつも言ってるように、自分のウォントゥであるからやるんであって、ウォントゥじゃなくハフトゥのものに集中することにはほとんど意味がないのね。実際集中できない最大の理由はやりたくないからだと思うんだよね。やりたいことには勝手に集中しちゃうんで、集中力をつけなきゃいけないと思っていると限りなくハフトをやっているリスクがあるんで、本当にそうじゃないかってことをよく確認してください。で、いつも言ってるように、ハフトのものを今やっているということが本当であれば、それ何かおかしいのね。ゴールの設定がおかしいか、コンフォートゾーンの設定し方がおかしいかだよね。だ、何かおかしいんで、何かおかしいと思って怪しいんでっていうことね。で、実際にワントゥーのことであったとしても、同じ集中をするにしても集中のレベルっていうことがあるわけだから、そういう中でより高い集中をしていくという意味では、そういう集中力を上げていく訓練というのは役に立つことで、で、その時に集中という言い方が英語で言うとコンセントレーションのことになると思うんだけど、コンセントレーションとフォーカスオブアテンションって2つもともと概念が違うのね。で、コンセントレーションというのは、一つのコンセントレーションは当たり前で、普通はそれを
3つ4つぐらいのコンセントレーションを同時に作れることができるようになるのが望ましいのね。でフォーカスオブアテンションっていった場合はその時にフォーカスをしている場合だから、レンズの焦点みたいなもんで、基本的にはその時のフォーカスオブアテンションは1つでいいのね。だからフォーカスオブアテンションとして上がっているものというのは今意識が集中しているところね。それは基本的には1つでいいわけだ。で1つ以上やるのは非常にやりにくいのね。ただコンセントレーションは顔の動きになんとなくあるはずなのね。そしてもちろんその会話内容にもあるわけでしょ。で会話内容だけじゃなくその時に同時にいろいろなことを気にしているはずなのね。前に角川針映画で男たちのヤマトをやった時はその時にヤマトの甲板にいるその海軍の士官たちは会話をしているわけだけど、ただ会話している間にコンセントレーションがあり、会話の内容にコンセントレーションがあり、でも同時にあれは玉砕覚悟で沖縄に向かうヤマトの甲板だから、おそらくいつ敵機が来るかもわからないわけだから、常に本物のその海軍の士官であれば空に必ずコンセントレーションがあるわけね。敵機の音が聞こえてくる。そしてその幼年兵として海で育った士官たちだから、おそらく海の男10年をやってるわけだから、そうすると潮の状態とか風の状態とかね、そういった船の揺れとか、そういうのは全部実はコンセントレーションで持ってるわけね。もちろん無意識のレベルで持ってるんであって、フォーカスバーテンションとしてその時上がってるものじゃないかもしれないけど、でもそれをしっかりと維持していないと、集中力をつけていくっていうトレーニングの方法ということでちょっと考えてみたいんだけど、集中力をつける大前提として、そのテーマが集中するに値するテーマであることをよく確認してください。でいつも言ってるように自分のオントゥーであるからやるんであって、オントゥーじゃなくハフトゥーのものに集中することにはほとんど意味がないのね。実際集中できない最大の理由はやりたくないからだと思うんだよね。やりたいことには勝手に集中しちゃうんで、集中力をつけなきゃいけないと思っていると限りなくハフトゥーをやっているリスクがあるんで、本当にそうじゃないかってことをよく確認してください。でいつも言ってるようにハフトゥーのものを今やっているということが本当であれば、それ何かおかしいのね。ゴールの設定がおかしいか、コンフォートゾーンの設定し方がおかしいかだよね。だから何かおかしいんで、何かおかしいと思って怪しいんでっていうことね。で実際にワントゥーのことであったとしても、同じ集中をするにしても集中のレベルっていうことがあるわけだから、そういう中でより高い集中をしていくという意味では、そういう集中力を上げていく訓練というのは役に立つことで、でその時に集中という言い方が英語で言うとコンセントレーションのことになると思うんだけど、コンセントレーションとフォーカスオブアテンションって2つもともと概念が違うのね。でコンセントレーションというのは、1つのコンセントレーションは当たり前で、普通はそれを3つ4つぐらいのコンセントレーションを同時に作れることができるようになるのが望ましいのね。でフォーカスオブアテンションって言った場合は、その時にフォーカスをしている場合だから、レンズの焦点みたいなもんで、基本的にはその時のフォーカスオブアテンションは1つでいいのね。だからフォーカスオブアテンションとして上がっているものというのは今意識が集中しているところね。それは基本的には1つでいいわけだ。で1つ以上やるのは非常にやりにくいのね。ただコンセントレーションは無意識のレベルの話だから、その場合はいくらでもできるわけね。ただし能動的に作っていくんであれば3つ4つぐらいは簡単ね。で慣れてくると6つ7つぐらいはできるようになってきますよっていうことね。メソッド演技なんかで役者の訓練をするときはコンセントレーションの数を増やしていく訓練をしていくのね。例えば会話しているときに最低でも相手の顔を見てなきゃいけないでしょ。相手の顔をしっかりと見てない演技をしている人は
ちゃんと横からカメラで映しても会話をちゃんとしてるように見えないのね。やっぱり普通に本当に相手の話を一生懸命聞いてるときはつい顔見ちゃうでしょ。で、顔見ないで話を聞いちゃってるときはよほどその他に強いコンセントレーションがあり、さらにフォーカス、アテンションが相手の顔以外にあるわけだから、それはそれでまた別なその絵として成り立つけども、通常はその時のフォーカス・オブ・アテンションとして相手の顔を見てなかったとしても、コンセントレーションは絶対相手の発言している口の動きだったり、プロの海軍の軍人としては失格ね。それはそうだよね、敵が来ても気がつかないし、風向き変わったのに気がつかないようじゃいけないわけだ。ということは、無意識レベルではコンセントレーションは、もちろんそれを役者に演技してもらうときは役者がそれを出していれば素晴らしい演技になるわけだし、そうじゃなければ体幹の体育館の中で、本当に撮影場って体育館の中みたいなところだから、体育館の中でもしもブルーバックがあって CG が合成されてなければ、体育館の中で先輩と後輩が熱く語らってる絵にしかならないわけだよね。でそれを本当に海軍の士官が玉砕に行く船の上で語っている会話を成り立たせるためには、そのくらいのコンセントレーションは維持できてくれる役者じゃないと絵にならないっていうことね。でそれは皆さんの日々の人生は全く同じということね。コンセントレーションというのは集中したいという時にどうも一つのことのしか言ってないみたいなね。おそらくそれはコンセントレーションとフォーカスオブアテンションをとっ違えてる可能性があるのね。でフォーカスオブアテンションが自分からこう今学ぼうとしている教材だったり今やろうとしている仕事にフォーカスオブアテンションがないということは、これは最初から論外ね。